たいと思います。おけけお対ノバの試合参りましょう。波動ファイト。さあまずですね、レッドサイドのおけけおのステータスご覧いただきます。一番奥側ユーキャン選手1135、ハムカワ選手1135、手前ケイラビット選手4411、出たぜ4411。そしてブルーサイドノバ一番奥川優選手5221、真ん中尾美香選手1135、手前コーディー選手5221といったステータスとなっております。さあちょっとね、落ち着いてプレーしていただきたいところですがね、こうねシールドをしっかりとこうどっちにも移動できるように両展開していくような形、ちょっと危ないですが気をつけてね。残り時間が30秒、1点リードノバ。シールド10枚あるのでどっちを先に割っていくかっていうのは結構駆け引きになるかと思いますが、コディ選手しっかり割れ際と避け際のケイラビット選手 KO を取っていきます。さあ2点差、うまい、クリティカルヒット一発 KO。 残り時間が10秒、さあ取った、並んでいきます。残り5秒前取れるか、1点並んだ。延長戦に入ります。エンターテイナーやねさあそれでは延長戦に参りたいと思います。どちらか1点取った方の勝利です。スタート。さあケイラビット選手が1枚なのでね、この割れ際しっかり避けていきたいところ。ノバも落ち着いて、アタッカーが2人なのでね、ここ避けていきたいところです。狙っていきたいところですが、避ける避ける、